はい、どうもいいんです。というわけで、ニーヤオートマタやっていきたいと思うんですけれども、タイトル画面が普通とは違うのはですね、境界モッドと呼ばれるモッドを入れておりまして、去年ネットで話題になったんですけれども、本来だったらいけないところに隠し扉があって、その先に進めるっていうのが、あったんですけれども、そのモッドの出来がかなり良いということなので、遅ればせながらやらせていただこうと思います。いきますか。じゃあお、あ、ここだな。結構わらわらいる。あったー。本来だったら、うわ、入ってきてる。おい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 、60。サクッと行こうと思ったの。入ってこれない。お、降りますか。うおー、すげー、こんな感じになってるんだ。行きますか、扉の先。ああ。動画でちょっと見ましたね、これは。そこねじれてる。え、これ本当になんか公式って言われても全然違和感ないレベルなんだけど。ここが？ヨナ、ヨナだよな。ニーヤさんなのか。ひざまずいて祈ってるように見える。これはレプリカントの、いや、でもあっこともまたちょっと違うな。開けてみるか。ん？特異患者記録よな。これはあれかな。治療負荷の状態が継続中。オリジナルゲシュタルトに対する情報操作基軸に、本患者死亡時のシナリオ管理委員会に上申予定。急激な状態悪化時のバックアップのために担当医の5名に増員。これはあれだな、確か、うん、オリジナルのアーカイブにもあるやつかな。なんだこれ。マジか。うおー、ちょっとやるんか。なんかあれがトリガーになってたの。うわー、ごめんなさい。90。うわっ、ニーヤさん、これはごめんなさい。ちょっとレベル上げないと無理かな。うんなるほど、あれを開けると戦闘が始まるのか。というわけでレベルをですね、マックスまで上げてきました。これならさすがにいけるだろう。
な。なんだこれ。80みたい。90だと思ってたんですけど、あれ上げすぎちゃったかな。さすがなんだこれか。あ、こっちか。小鳥。本当の声は誰に問う。本当の姿を誰に見せる。我が問いに答えよ。我は問う。あ、これあれだ、レプリカントの。人がなぜ世界からいなくなったのか。黒き病が言うに。我は問う。人はその命をいかに流られるのか。その身の魂を分かつべし。我は問う。魂の行く先はいずこか。慈しみとなる傀儡に納め。よかろう。許可する。え、何これ。あ、あれだ、タイトル画面の。あ、へえ、変わった花ですね。花。推奨、早急な離脱。あ、これ歌姫じゃねえか。3。あ、誰。あ、この髪型は4。あー、やっぱそうなんだ。じゃあこれドラッグ・オン・ドラグーンの5だよな、この巨乳は。あー、並んでんのか。5、4、3。ってことは、すごい。あの、じゃああのエンディングの後のってことだよね。あ、2。この子は不憫だったな、本当に。で、いるんだろう。あ、貧乳来たー。1。で、もちろん、真ん中は。うわー、ゼロ姉様だ。先にあるのは、じゃあこれはあの花だよな。なんだよこれ。え、ヨナ刺さってる。80。種ってこと？これが。やめろ、多いよ。この曲は。推奨、回避。分かってるよ、そんなの。
ゼロ姉様ってことか。うわーちょっと、え、なんだこれ、丸いんだけど、こんなん見たことね。これ作ったんか、あるいはボツデータかなんか。うわ、いや無理じゃね。見ちゃう。これがあれか、本体か。これは分身だ。このシルエットでも強姉様っぽいやん。え、なんだ次は。その技は社長の手がつけられない。敵の友人ってことか。ちょっと待って、うわ地球、いや、やべえ当たってた。バカやろ、なんで自分から当たりちゃった。いや、グメリだよこんなん。いけた。超むずいけど。あ、これが遊具。君がない。誰だ。めっちゃ増えてるけど。フーギーだ。いや、違う。誰が一緒に戦ってくれてるの。何かわかんねえな。無理。う、弾けた。あったー。あってねー。ん？くそ。消えた。花？うわ、ウイルスか。ヘイゼロ。あ、これゼロとミハイルの最後の。アメリカ語はわからねえ。多分でもあのシーンだよね。ミハイル。
時間だ。うん。いや、お見事でした。すごかったな。これ元でエミリの顔すげえ。この人たちが作ったの。あーすげえ。どんな技術？どうなるんだろう。なんかあるかな、また。いやお見事です。本当によう作ってくれたな。なんか作品愛を感じますね本当に。これとかもあれなんかね、教会都市の、いやでもあれか、開いてる。え、これなんかあるんかな、ちょっと行ってみようぜ。いやマジですげえと思っちゃった。公式って言われてもさすがに、いやこのねじれた空間とかいいよな。だから別次元へのつながりみたいな感じだよね。あ、そのままか。いやレベルでもマックスにしてよかったな。そう、おそらく魔王なのかな、ニーヤさんらしき影は。まあ倒せたんだけど、多分そうだよな。最後のゼロ姉様らしき影はレベルマックスじゃないとだいぶ、あれ助けに来てくれたのは誰だったんだろうな。なんか一瞬戦ってくれてたやついたよな。これは、あ、 Thanks for playing. Do you want to go back to them? Into Yes. あ、これあれ、さっきのとこに。あはは。帰ってきました。どうも。ということ、いやー、これ、作り込みとかやっぱすごいな。横尾作品への愛が。衝撃的なエンディング。これ、こっちの先の方には行ってないんだけど、まあ、ワンか。あ、壁になってるんだ。いやーすごかったですね。やってやれてよ、作ってくれてありがとうだよな、マジで。ゼロ姉さん、というわけで教会モッドでございました。これまあ多分やったら多分普通に戦うんだろう。見てみる。戻されちゃうんだ。あー、というわけで終わりたいと思います。いやすごい、これはちょっとやっぱあれですね、もう言葉がないですね。なんかいろいろ言おうとは思ってたんですけど、なんかもうちょっと感動しましたね。これほどのものを作っていただいて感謝ですね。というわけで、ニーヤオートマタ、教会モッド実況プレイ終わりたいと思います。いや本当にクオリティでかかったです。この辺でじゃあ、終わり、なんか閉まらねえ。ちょっとお疲れ様です、ありがとうございました。うん、いや良かった本当に。